おはよう、こんにちは、こんばんは。あにょーん。ブエノスアイレスの最終応募、第6次、最後のチャレンジです。CD6 枚買って、5回応募してね。今、2枚当選してます。ユニットハイタッチと全員ハイタッチ会。それで今回最後にね、全員サイン会がね、当選すれば、勝率5割です。では、最終応募、チャレンジします。朝早く起きてね、応募しました。5時41分。早起きすると昼間が眠くなるから大変なんですよ。これでね、当選すればね、大満足の結果で終えれますからね。最後の全員サイン会の結果発表です。落選しました。そんなに簡単には当選しないよ、やっぱり。そんなにね、うまくはいきません。でもね、ユニットハイタッチとね、全員ハイタッチはね、当たったからね、よかったです。よかった。よかった。よかった。うん。これがね、最後の応募した結果ですね。7月1日の5時44分25秒にね、応募しまして。落選。まあこの結果をね、受け止めます。それとね、なんとね、今回最終だと思ってたんですけど、なんと、追加応募が始まりました。すごくない？それも、全員サイン会と全員ハイタッチはもう完全売り切れでないんですよ。でも、グループハイタッチとユニットハイタッチはまだあった。グループハイタッチやユニットハイタッチを応募しとったら当選しとったってことなのかな。このね、追加応募が2回ありまして、水曜日から土曜日のお昼までが第1回目。第2回目が土曜のお昼から火曜日のお昼まで。まだチャンスはあるけどどうしようかな。CD をまた買わないと応募できないから。さすがにきついね。来週に単独コンサートの応募があるやんか。まあ、今回はここでね、おしまいにしとかなね。やばい。僕のお金がね、大変なことになってしまいますから。もう今でも僕ね、ちょっとお金厳しいんですよ。ちなみに、今日食ったお昼ご飯、100円のハンバーガー3つで300円です。とりあえずお腹だけは膨れるけど、栄養素が全くない。ちょっとね、これ以上ね、追加購入は控えたいと思いますね。やっぱ、単独コンサートにね、応募したいからね、ファンクラブも入らなあかんし。皆さんどうですか？また、さらなるチャンスが出ました。応募しますか？自由です。ユニットもグループも、メンバーいいから楽しめるからね、応募する価値はね、あると思います。僕はね、やめときます。もしよかったらチャンネル登録、高評価、動画の共有、そして僕と友達になろう。一緒にアイズワンを応援していこうよ。ファイティング。それじゃあまたね、バイバーイ。本気でお金がない。